アビエーターは、フォードが製造、リンカーンブランドで販売している自動車である。リンカーンナビゲーターがヒットしたことにより、フォードは、フォードエクスプローラーをベースに、アビエーターを開発することにした。2003年に発売を始めたが、すでに高級ミッドサイズ SUV 市場は、レクサス RX やインフィニティ FX などのクロスオーバー型 SUV に傾いていたこともあって、 ナビゲーターのような成功を収めることができず、このためフォードは2004年のデトロイトモーターショーで、クロスオーバー型のマツダ CX-7 の姉妹車といえるアビエーターコンセプトを出展して、次期モデルの投入を予告した。そして2006年1月、その市販モデルが姉妹車のフォードエッジと共に、デトロイトモーターショーで発表された。しかし、社名はアビエーターではなく、 MKX と改められた。これは、リンカーンのブランド戦略の変更により、ペットネームの代わりにアルファベット、または数字の組み合わせで社名を表すことになったためである。2005年をもって、生産を終了した。2018年、ニューヨークオートショーでリンカーンは2019年に、生産に入る2代目リンカーンアビエーターのプロトタイプを発表した。 リンカーンでのポジションとしては、ノーチラスよりも上であり、ナビゲーターよりも下のクラスである。アビエーターは、英語で、飛行家という意味である。ありがとうございます。